ハロー、セルジャパン TV。 今日は前髪がだいぶ伸びてきたので前髪のカットやってみたいと思います。いつも後ろ髪はさすがに美容室で切ってるんだけど、前髪は自分で切ることが多いです。もう髪の毛も結構伸びてきたよね。そしてだいぶ前にハイライトを入れたっていうのを言ったんだけど、だいぶなんか色が明るくなってきたかなって感じなんだけど、今日は前髪を整えていきます。まず前髪と後ろ髪がどこまでかっていうのをこの櫛のこっち側で分けていきます。この感じかな。この感じ。ここで綺麗なピーとまっすぐのラインになるように分けて、そしてここをピンで留めます。パチン。こんな感じかな。ちょっと厚く取りすぎたかな。でここはちょっとくせ毛なので、こうかな、こう感じ。そしてこっちもここに合わせてね、こっちのラインに合わせて線を引いて、こんなもんかな。こんな感じでこっちもピンで留めます。でこれでだいたいこのまっすぐのラインができました。全部揃えたらこんなに長い余分な髪の毛も入ってたんだね。こっちなんか多く取りすぎてない？こんなもんかな。ちょっとねこっちの左分けなのでこんな感じで、邪魔な後ろ髪はとりあえずポニーテールに縛っておきます。邪魔にならないようにね。こんな感じで、まずは前髪が飛んじゃうので新聞紙を引いて、新聞紙を引いて、あ、水が出てる、やばい自動なんだよね、やばい、自動のセンサーに引っかからないように引かないと。なかなかな、やばいな、難しい。いつもお風呂場で切ることが多いんだけど、こんな感じにしとかな。あーやだ、水が出続けちゃう。こんな感じかな。いや布団、まず布団じゃないや、新聞紙引く時点でトラブルだ。これオフにできないのかな、水。オフのやり方が分かんないからこんな感じでふわっと引いた感じにしとこう。しょうがないね。水がいちいち流れるのが気になる。いいや、こんな感じで。よし、とりあえず新聞の用意ができました。ズダンこんな感じで新聞の用意ができました。じゃあ早速カットしていきます。はい、じゃあここで新聞とブロッキングができたので切っていきます。まずはこっち側をちょっと遅れ毛風にしたいので、この辺かな、ここら辺までバッサリと切ります。バチン。うわーすごい毛束。まっすぐだからかっこ悪いから、こうちょっと斜め風にしてね、 V 字型風にしようかな自由。こっちが短い方がいいね。顔に沿って斜めに
切っていきます。うん、こんな感じでいいか。なんかちょっと重すぎるけどしてこっちも同じようにこの辺りかな、切っていきます。よし、これ長すぎるから、うん、重すぎるからこういう風に縦にハサミを入れてきます。他の髪の毛巻き込まないように大変。うん、ちょっと多かったかな、うん、こんな感じでいいや。よし、そしてこっちもこんな感じで軽く切ってきます。よし、でここら辺が終わったら今度は前髪、こんぐらいかな、うん、でまず全然長すぎるのでバッサリと切っちゃいます。だいたいね、眉毛のちょっと下ぐらいのラインが一番ゴールデンバランス。結構ねぐさぐさ切っちゃってます勇気がある。いつも自分でやってるから慣れてるんだけどね。わあ、顔にかかる結構。よし、もうちょっとだね。この辺りぐらいまでかな。そしたらこっち側も切ってきます。だいたいこの眉毛のあたりだからこのラインかな。目を閉じながらね切っていくのがポイントです。わー、まだかゆいかゆい。うん、だいぶ短くなったけどもう一息だねまだまだ長い。ちょっと前髪に癖があるんだよね。だからこんな感じで、であとこっちもうちょっと短くかな。こっちでこういうふうにだいたい揃ったら、よし、感じ、すっきり、うん、だいぶすっきりしてきたでしょ。そしたら今度はちょっと重めなのでついていく感じで切ってきます。で最後に薄くついていきます。薄くついて、こういう風に縦にハサミを入れるといいんだよね。
して微調整をして、なんかね何本かね切れてないのが時々あったりするから、それを確認して、うん、で全体的に溶かして、うん、こんな感じかな。なんかこっちが長い気がするんだよね。こっち側がちょっと長い気がする。ティッシュで放って、あ、毛がいっぱいついた。あ、失敗。うん、できたかな。うん、こんな感じ。どうだろう、もうちょっとこっち気持ち切るかな。揃ってるのも変だからね。よし、ふう、こっちちょっと長いかな。でもこっちに癖ついてるんだよね。あ、顔にかかった。よし、こんなでいいかな。じゃじゃん。出来上がり、すっきり。うん、これで視界も見やすい。うん、いい感じ。よーく見て。うん、大丈夫そうだね。というわけで今日は可愛い前髪の作り方をやってみました。髪の毛はこんな感じ。こうやって見たら結構切れた感じするよね。うわ、ほら結構切れた。これは落ちないようにそっと畳んでゴミ箱にポイッ。簡単。よし、そしたらちょっと顔洗いたいけど、そしたらピンを最後外して全体の仕上がりを確認します。じゃじゃん。あ、全然いいんじゃない。こっちちょっと長かったかな。いや、こんなもんだよね。よし、全体的にブラッシングして、うん、完成。うん、これでポニーテールの時もツインテールの時も、うん、なかなかいい感じ。いつもこんな風に自己流で前髪を整えてます。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいね、グッドボタン、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。
みんなからのコメントもお待ちしています。じゃあまた次のシュルジャパン TV でお会いしましょう。またね、バイバーイ。